はいどうもこんばんは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、今週木曜日に登場するアイコニックがどこなのかというのを予想していきたいと思いますが、まずはですね、こちらをご覧いただければと思います。データとして能力値は入っているんですけど、まだ出ていないアイコニック選手たちはご覧の通りということで、バルセロナからはメッシ、ユベントスからはロナウドで、マドリーは2人ですね、ファンデルファールドとシャビアロンソで、マンチェスターユナイテッドからはラッシュフォードで、フラムの方からは稲本潤一選手がまだ登場していないということになっているんですけども、まあなんだかんだ少なくなってきましたね。まあ、先日もですね、香川真司選手が登場していたり、中村俊輔選手が登場していたりもするので、結構未登場の選手は少なくなってきたなという印象なんですけど、もう今作に関してはダウンロードコンテンツおそらくないかなと思いますんで、これがアイコニック全選手になるのかなと思います。で、先日までどこが来ていたのかというのをですね、おさらいしていきたいと思いますが、6月はですね、インテル、ユナイテッド、バイエルン、ユナイテッドで、7月はミラン、バルセロナ、アーセナル、バルセロナ、ユナイテッドの順番で登場したと。で、アプリのみで来ている J リーグアイコニックに関しては、もうすでにデータとして入っている選手は全員出ましたので、海外のアイコニックがね、今後登場するかなと思いますけど、あとですね、まあ8月いっぱい考えても5日、12、19、26の4日ありますので、もうさすがに復刻のアイコニックは来ないんじゃないかなという予想ですね。まあもしかしたら来るかもしれませんけど、ですのでおそらく8月中もしくは9月の初めぐらいには、まあ全選手出てくるんじゃないかなと。で、まあ残りね、6選手残っていますので、あと 4,5 回ならちょうどいい数が残っているなというところで、個人的に気になるのがプレイヤーパックも務めたというかで出ました、こちらの3選手ですね、メッシ、ロナウド、ラッシュフォード、こちらがプレイヤーパックで前回も登場したということになりますけど、この新たなメッシだったりロナウド、ラッシュフォードに関しても結構コメント欄にて、この3選手はプレイヤーパックで来るんじゃないかなという声も結構あったんですけど、個人的には全選手プレイヤーパックで出る可能性は少ないんじゃないかなという予想しています。というのも、先日の動画で 4.5 億ダウンロード記念の予想させていただいたんですけど、そちらでロナウドは4周年記念で、メッシは4億ダウンロード記念で、この2選手が配布で出されていました。で、残っているのがラッシュフォードのみということになりますので、個人的にはこの 4.5 億ダウンロード記念でラッシュフォードが出るんじゃないかなという予想です。で、ラッシュフォードがね、 4.5 億ダウンロードで来ると、この2選手が残るということになりますので、2選手がプレイヤーパックということは、まあ可能性少ないかなと思いますんで、この2選手に関してはガチャか配布かイベントかという形で出るんじゃないかなという予想ですね。で、あと一つ気になる点で言うと、このロナウドの能力値、チートすぎる能力、そしてスキル持っていますので、この選手がプレイヤーパックで全員獲得できるということはないんじゃないかなというところもありますし、まあ詳細の能力値をですね、実際見て皆さん判断していただければと思いますけど、能力値そしてスキルご覧の通りとなっています。まあロナウドの能力値ご覧の通りとなりますけど、まあ能力値自体はそこまでね、通常と差異があるというわけではないんですが、スキルだったりプレイスタイルの部分ですね、まあ能力値自体で言うと、ドリブル能力に関しては総じてマイナスと、まあ総じてというか合計したらマイナスということになっていたり、キック力だったりボディコントロールに関してもマイナスという結果になっています。まあオフェンスセンスだったり決定力は上がっていますんで、まあ得点能力に関してはアイコニックの方が強いということになりますし、あとは逆足の部分ですね、逆足の頻度が1上がっています。で、今回のロナウドはレブマ総合値は99で、ユーベのユニフォームにすると101になるということで、まあかなり強い能力値ではあるんですけど、まあ FP でもまあいいかなという能力値はなっているかなと。ただやはりこのロナウドに関しては特筆すべきはスキルとプレイスタイルの部分ということで、まずプレイスタイルがウィングストライカーからラインブレイカーに変更となっています。で、スキル面に見た時にはキャプテンシーがなくなってダブルタッチが追加ということになっていますんで、このラインブレイカーでダブルタッチ、まあルンメニだったりもそうなんですけど、もう最強クラスのスキルとプレイスタイルになりましたんで、まあ今作出るかどうかはね、分かりかねますが、このダブルタッチラインブレイカーのロナウド使ってみたいなと。で、なぜ今作出ないかもしれないかというと、来作のロナウドがラインブレイカーに変更となっていますんで、これはね、ぜひ前回の動画をご覧いただければと思いますけど、そこら辺で若干気になる部分ではありますけど、まあどっちにしろ来作で出てもかなり強いロナウドではあるかなと思いますんで、まあこのロナウド早く使ってみたいなと。ということで、前回出ているアイコニックの比較も一気に見ていきたいと思いますが、ご覧の通りとなっています。一番右が今回のダブルタッチロナウドということになっていますけど、まあ一個前がですね、ライジングだったりチェイシング持っていると。で、能力値の低下は若干見づらいかなと思いましたんで、こちらで書かせていただきました。灰色の部分が同じ部分というか負けている部分だったりもするんですけど、赤色の部分が勝っている部分ということで、今回のロナウドは決定力だったりヘディング、ジャンプ、まあここら辺に関してはプラスという結果になりました。ただまあ決
定力以外はほとんどマイナスだったり同じということになりますので、やはり能力値だけで見ると今回のロナウド一番強いとは言い難いんですけど、やはりラインブレイカーダブルタッチロナウドということになっていますんで、5週間以上のものをねダブルタッチラインブレイカーを与えてくれるのかなと思いますんで、早く使ってみたいですし、いやダブルタッチラインブレイカーのロナウド、やこれはちょっと害悪になってきそうな印象も持っていますね。ということで残っている選手たちがご覧の6選手ということになっていますけど、今週の木曜日は個人的にこのレアルマドリーが来るんじゃないかなという予想ですね。まあマドリーに関しては全然出てないクラブになっていますし、キンキンで来ていることもありますんで、まあ稲持純一選手も来るかなとは思いますが、まあ海外選手で言うとこのマドリーのファンデルファールトとシャビアロンソが来るんじゃないかなと、ということでまあ予想になりますんで、ざっとね能力値見ていきたいと思いますけど、まずファンデルファールトに関しては通常と比較した際に能力値めちゃくちゃ高くなっているかなと思います。ドリブル能力は総じてプラスで、パス系に関してもプラス4ずつ上がりまして、水色まで乗せたということになりました。で決定力に関してはプラス8ということになっていますんで、この得点能力が爆上がりしたという面で見たときに、かなり強化されているのかという印象ですね。ただまあ今作に関してはスピード瞬発だったりも大事になっているかなと思いますが、スピードもう少し欲しかったなと。ただまあドリブル能力だったり決定力、逆足の部分はかなり高くなっているかなと思いますんで、ナンバー10ですし、ぜひ使っていただければと思いますね。でスキル面に見たときにはワンシューだったりワンタッチパス、スルーパスも持っていますんで、個人的には 3-4-3 とかのワントップで置いてもかなり強いんじゃないかなという印象でした。あのチェレフチェンコのねセンターフォワードの部分にセカンドトップで起用しても面白いかなと思いますし、まあセンターフォワードね、起用してもいいんじゃないかなと。ということで前回のスパーズのファンデルファールトと比較していきたいと思いますが、マイナスの部分も目立つということになってしまいました。フライパス、プレースキック、カーブ、スピード、そしてフィジカルコンタクト、ボディコン、スタミナがマイナスという結果なんですけど、オフェンスセンスだったり決定力、そしてドリブル能力、瞬発、キック力上がっていますし、あとはスキル面で見た時にジクラタンとヒールトリック持っていますんで、まあ総合的に見ると個人的にはマドリーの方がいいんじゃないかなという印象ですね。ただまあ無理に乗り換える必要のある能力ではないのかなというところです。続きましてシャビアロンソになりますけども、シャビアロンソも結構登場回数多いですよね。このマドリーで3回目ということになりますけど、まあオフェンスセンスだったり、あとはパス系に関してはマイナスという結果になってしまいました。まあ通常の能力値も、かなり高くなっているかなと思いますが、ただですね今回のシャビアロンソに関してはキック力だったりフィジコン、ボディコン、そしてディフェンス系の能力値が総じてプラスという結果になっています。特にプレーメーカーとしてディフェンス系の能力が上がったというところはかなり評価できる点かなと思いますし、スキルがかなり有能ですね。アシュラコントロール、コンカー、PK キッカーがなくなってワンシューノールクパス、インターセプトが追加となっています。ですのでワンシューワンパスルーパス持っているプレーメーカーの選手になりましたんで、まあ、DMF、CMF だけではなくワンシュー持っていますんで、センターフォワードでもね、使っていただければと思いますね。ということで前回出ているシャビアロンソになりますけども、リバプールとバイエルンと比較していきたいと思いますが、これで見ると少し見づらいかなと思いますので、こちらで見ていきましょう。ご覧の通りディフェンス系の能力でやはり総じてプラスという結果になっていますので、個人的には今回のマドリーのシャビアロンソが一番いいんじゃないかなという印象ですかね。はい、ということで本日はですね、8月最初に来るであろうアイコニックを紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあこの中でもやはりロナウドだったりラッシュフォードに関しては待望の方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、個人的な予想はレアルマドリとさせていただいております。ということで本日はこれに終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では